児童と外国人留学生が英語を使って交流です。これは小林市野尻町の区立小学校が外国語活動の一環として毎年行っているものです。今日は宮崎大学の留学生7人が学校を訪問、5、6年生と一緒に英語を使ったゲームなどを楽しみました。レープ&バナナ。この後、児童と留学生たちは一緒に給食を食べて交流を深めていました。